こんにちは、紹介者です。本日はこちらのガシャットで遊びたいと思います。デラックスパックアドベンチャーガシャットです。 YouTube で公開されている仮面ライダーゲームの第2話で、このガシャットで変身してましたね。レベルアップ、そのガシャットがついにデラックスで登場しました。激突ロボットみたいなレベル3でしたね。で、こちらですね、パックアドベンチャーガシャット。そして音声ですけれども、レベル3の音声がパクパクパックンアドベンチャーみたいな感じで、結構面白い音声でした。ということで早速開けてみたいと思います。せーの、3、2、1、オリア。おー、パックマンだ。黄色と黒ね、蜂みたいなカラーリングですね。はい。おー、もうパックマンといえばもう世界中でね愛されている大人気の、昔からあるゲームですね。パックマン、主人公のパックマンが敵に追いつかれないように逃げるゲームだ。パワークッキーを食べて逆転、ハイスコアを狙えっていう説明も YouTube の動画にありましたね。はい、パックアドベンチャー、ゲームのデザインいいですね。あ、そうか、バンダイナムコか今。そうですね。あー、なるほど、ちゃんとライセンスもねこういう風に箱の方に記載されてますね。で、正面がこれで、側面がこちら、黒い文字でパックアドベンチャー。黄色いボディも、細かいラメが入っていて、とてもねキラキラして綺麗です。そして基板のデザインが、まあ、いつも通りで、あ、反対側が、おー、パックマンの画面のねイメージですね、ステージの。これにねエグゼードとかが重なったらいい絵になりますね。では音声を聞いてみましょう。パックアドベンチャー。おー、これですよ、これいいですね。ちゃんとおなじみの曲が流れましたね。はい、ランダム音声もあって、LED が、イエローですね。いいね。効果音も入ってて、面白い。では、エグゼイトに変身してからのスロット2の方からやりましょう。まずは、マイティアクション X。そして今回のガシャット。よし、大変身。おお、やっぱりこの重なった時のディスプレイいいですね、この絵面白い。パクパクパックンアドベンチャーね、テンポもいいですよね。そして決め技スロットホルダーで決め技。あ、そう、劇中っていうか YouTube の動画でもパックっていうのがすごい印象的でした。可愛いなと思った。いきます。パックって上がってましたね。多分動画だとパックって下がってた気がするんで、ちょっといいなと思ってたんですが。決め技、パックフリティアルストライク。やっぱりそうだ。あー、ちょっとあれって思った。では続けてガシャコンブレイカーでも決め技。いい音ですね。ではスロット1に挿して変身してみましょう。ッチゲーム、ッチゲーム、ッチゲーム、ッチゲーム。 I'm a Kamen Rider。
はい、まずはレベル1。そしてレベル2。これもいいね。綺麗に映し出されてます。ではバグルドライバーでも変身してみましょう。変身。バグルドライバーの絶妙なタイミングでのうわーとかジェノサイドのね、これいいよね。ではエグゼイド以外のすべてのライダーのガシャットで組み合わせて音声確認してみますね。
はい、以上ということで、今回はデラックスパックアドベンチャーガシャットをご紹介いたしました。現実のゲームがガシャットになるなんて本当に嬉しいですよね。こういうコラボ大歓迎ですね。残りのファミスターゼビウスも楽しみですね。ということで、以上、紹介者でした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。